親分はイエス様パシ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 ードン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 パフパフ,パフ,パフ毎度おなじみの親分はイエス様でございますご家庭内でご不要になりました悩み問題依存症などはございませんかございましたら多少にかかわらず聖書と交換いたしておりますということで FM 那覇から生放送をお聞きの皆さんこんにちは また、FM コザ、FM ギノワンで、収録でお聞きの皆さんも、こんにちは。パーソナリティのしんちゃんです。けんちゃんです。石野最上駅です。よろしくお願いします。ます親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが、聖書と出会い、イエス様と出会って、泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生に変わりました。彼らは言いました。わしらの親分は、 イエス様や。これから明日はイエス様の愛を伝える人になるんや。アメン。これは本当にあった話で、彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。 実は私たちも以前は問題を抱え苦しい思いをしながら生きてきました。でもイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え今は喜びでいっぱいです。私たちは自分が身をもって体験したからこそ今苦しい思いをしている人に希望がある人生やらせるっていうことをお伝えしたいのです。イエス様という素晴らしい親分を紹介したい。そんな思いでお届けする番組です。 番組ではキリスト教って何教会ってどんなところという質問もお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは、えー、メールアドレスはいくつあったかね、これ。はい、<laughs> FM コザのホームページご覧ください。<laughs> はい、<京> <laughs> FM 那覇、<laughs> FM 那覇ね。はい、<laughs> FM 那覇のーホームページを見てください。えー えとね、あと番組ではツイキャスユーストリームでも配出放送していますので、えー、FM 那覇のトップページからご覧くださいはい、えー、それで番組では聖書を無料で配布しています欲しい方 FM 那覇または FM 小座まで取りに来ていただくか番組宛にメールいただければこちらからお送りいたしますはいそれでは早速今日の聖書の言葉言ってみましょう今日の 聖書の言葉。創世記。一章。一節。はじめに神が天と地を創造した。ああ、め。はい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 。短いですね。短いですね。今日ね、手抜きじゃないですか。いや、手抜きじゃないです。ここはとても大事なところ。はい。 大事よこれこれは聖書の一番最初聖書ね、皆さんね、あんまり聖書なじみがないと思うんですけど、聖書ですね、実にですね2000ページぐらいあるんですよ、旧約聖書、新約聖書と合わせると、この聖書の中の一番最初に書かれているのが、初めに神が天と地を創造したと。 神様がいて神様がこのすべてのものを作られたということが書いてあるわけですよ。すべてのものっていうのは見えるものも見えないものもですよこの地球の木もも花も海も動物も人間もこれも全部神様が作ったという作ったということです。 ですね。いや、だから、あの、ほら、創世論。創造論。あ、創造論か。創造論と進化論があるけど、あれ、進化論ってさ。僕もさ、クリスチャンになる前進化論信じてたけど。信じてた。信じたっていうか、そう、習ったから。そうだね習ったから、そう、だと思ってた。そう、そう。でもね、これ、意外とね、日本ぐらい。世界ではあんまり。 あもう強いし、大事だし、世界ではね、もう進化論はね、もうあのだいぶ無理があるっていって、無理あるらしい、あんまり信じられないんだるら、しい。無理あるらしい、ていうのは、あのかこういううこだった猿から人間に進化したとか、偶然こういうことが起こったとか、と思うみたいなレベルだけ。ははいいはい。仮説だけ、全部、全部ね、うん、うん。らしいよ。 んかね聖書の中にさ種類に従って動物はね神様が動物とか植物とかね種類に従って作ったってあるわけ人間は人間で作ってね猿は猿で作ったわけでさレオポンとかああいう掛け合わせた動物いるでしょ種類が違うものあれは絶対に 2代目っていうかレオポンは生まれるけどレオポンの子供は生まれないんだってへえ絶対にっていうのは種類を超えては続かないわけよだから種類を超えては犬はさ犬なんだよね犬って種類いっぱいいるけどあれ犬っていう種類の中枠の中でいっぱいいるわけで犬から違うものはできないわけよねっそうらしい だから猿からはどう頑張っても人間にならないんだって枠が違うんだだからねそのまあその聖書でいう創生論っていうのも進化論も。 てうかな、見た人はいないじゃないですか。見た人いない。まあ、その大昔の話だから、まあ、なんだ、進化論でいうのは、何億年前とか、何十億年前とかっていう話だけど、聖書でいう最初は、何年前でした、しんちゃん、聖書では。三年天と違う。あ、それ、これ、この何十億年前とかじゃないんじゃないじゃないんじゃない、でもね、な年とかじゃないの。らしい。 合点ていうか合うところが多いんだよねそっちの方がっていうのに気づき始めたわけよ。とうのの神様が天と地すべてのものを作ったっていう方がそっちの方がいいかなみたいな合ってるかなみたいな感じ見たわけじゃないけどねそういう証拠がいっぱいあるっていう。ででなんんかねねある本読だら 化石とかあるじゃないですか。はいはいはい。化石って。その。なんていうの。この地層があって。古い順番に。下の方から。古い順番に。出てくるでしょう。だから。あの。例えば簡単に言うと。簡単に言うと。その。人間進化、進化してきて。はい。このなんか、アメバかなんかから。ね。はい。で、海の生き物になってきて。はい。そして。 その次両生類っていうの,、うん、あの陸も灰、はい、もちょうどいきるぐらいで陸の哺乳類っていうふうに進化してきたわけでしょ、うん、だその順番で化石が出てくるわけですようん重なってるわけですようん、うん、古いのから下から順にね、うん、でもあのねこれはあの化石ってあの一瞬にして土,の <laughs> 土にこう埋まらんとならんらしい。 だって腐っちゃうでしょあ腐る腐る、うん、なんかそうそうそうエビみたいなのの化石とかあるもんねカグドガニみたいな、ね、そうそうそう,そうでもあれがねほら、うん、何千年も何十年もかけてこう蓄積されてなったって言うけど腐ってしまうよねっていう話ですあ腐ってなくなるよねう確かね、うんうん、だから一瞬にしてね、うん、土に ブシュンって泥に埋まらないと、うん、そういう形のまんま化石化しないわけ、うん、その一瞬にしてじゃあ起こるような洪水というか大洪水がそんなことあるんかいなっていうのがノアの箱舟ですよその時のそう大洪水、うん、大洪水、はいうん、そういうぐらいの、うん ととんんででももなない、い洪水海の中もひっくり返るぐらいとんでもない洪水が来ないとそうはならないというそしてねそうするとね海に近い順になるわけですよ。海にに近い順だからさっき言ったように要は魚海の生き物海から両生類に進化してで哺乳類ってなって だからそういうふうに地層から出てくるんじゃなくて洪水がばってくるとまず海に近いのが埋まるわけですよ、泥に。で次に海辺に近い両生類、低いところから埋まるってことで、哺乳類、次陸の洪水になったときになるわけですよ。 なるほどねと思ってそのほうがふに落ちるというかっていうかねんかねでもねだってさ猿さなんかおじいちゃんって感じしないよねだってね動物園行ってさだってほら沖縄の人は先祖拝むでしょ先祖 崇拝するのにさ、辿って言ったら、猿。猿。だ、から子供、なんかね、お盆とかね、子供の国行けばいいじゃんね。猿。は。だね、猿から進化したっていうのは。あんまり。悲しいよな。それじゃ、ちょっと、ね、それより、やっぱ、やっぱ、ずっと辿っていったら先祖は人間だったっていう方がいいよね。なんかね。はい。途中の人がいない。途中の猿がいないよね。あ、途中の猿ね。 その猿から、あ、でもさ、途中の猿みたいな人いるよ。はい。はい。とい。うことで。曲いってみましょうか。はい。えっと、レインボーミュージックで、揺るぎない土台。親分は。イエス様。はい、ということで、こんにちは。あの。子供の日。だって、今日。5月4日。ええ。ええ。今日。 子供に五月いつくる。子供にじゃないや。緑の日。緑の日。うん。明日だよね。明日が子供の日。えっと、今日は緑の日だって。うん。緑の日。うん。えっと。緑の昔なかったよね。ああ、ね。緑の日って。最近作ったんでしょう。西野最終兵器さん。あった。小学校の時とか。緑の日は。あった。あったけど、何の人は認識してはなかったな。 あったんだいや俺たちのじゃなかったよそんな日そんな日って言ったらおかしいが5月3日と5日の間に空いてたんだよね飛び石だったそう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 4日は平日だったわけよこれ埋めてくれたおかげで連休ができたっていう無理やり連休にしたんじゃないか無理やりかもねまあまあおかげでねみんな楽しめるけどねこれね緑の日ってねあのね 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日らしいよ。に本当に本当に何でしら何それなんかあのね祝日法っていうのがあるらしい。法律それ決まってんだそういうふうに。なんかねいろいろあるんだよ。これ祝日法でそうなってるのか分からんけど。 とにかく緑の日の自然に感謝してるの自然に感謝してる神様に感謝してるおおすごいいいやすごじゃないかええだから感謝して豊かな心を育む日なんだっていい日だねあのねえっとね今日のだから今日の最初のね聖書のことをね創世記一章一節初めに神が天と地を創造したあめあめ それででね、詩っていうとこあるんすよ、聖書の中にね、ここにね、詩篇19編というところに、ダビデって、聖書知らない人、クリスチャンじゃない人でもダビデって知ってると思うけど、ダビデ像って、なんかイケメンのね、マッパーのね、ミケランジェロから、なんか、なんか、あれ知ってるよね、クリスチャンじゃなくてもね。 あれは実は聖書の中では有名なな王様んですこのダビデっていう人が歌った歌があってこれはね「純粋の19編一節」っていうところで「天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を告げ知らせる」っていうんですよ「見てて」「あの恩ってってちょっと難しいね言葉がねだから要は「神様すげえよ」みたいな 分かりやすく言ったら神様はすごいぜみたいなことをダビデは言ってるわけですよ空を見たらもう神様のすごさ物語ってるよねみたいなことですよ太陽もあるし月もあるし鳥もいるしっていうようなこともあ俺ねこれね空とか見るじゃないですか沖縄すっごい空きれいでしょきれいああ 俺さ、あの今日はハーリーやってるから。好きだよね。好きだ。あのね、ハーリーやってるじゃないですか。あの泊まりのあたりでね、こうあのケラマの方にね沈んでいく太陽とかね、もうすごい綺麗なんですよ。あの時間だったら、もう本当にね、もう本当に何十秒ごとに色が変わっていってですね。もう。 一瞬として同じ景色はないわけですよどんどどどんんんんだけ色があるんだみたいなグラデーションかかっててさこれ雲があったりしたらまた雲がピンクになったり紫になったりするわけですよああいうの見たらねいや神様かっこいいなと思うわけですよそれを神様が作った作ったっだって自然にさ勝手になるんだったらあんなきれいな必要ないでしょ 確かにやっぱ神様がサービスしてるわけですよ喜ばせるためにああありがとうございますそうで僕たちはあの空とかを見てその恩恵に感謝して心が育われるわけです素晴らしいねだからねの本当にそのほかにもさ花とかもいっぱいあるじゃないですか花もね昨日花買いに行ったアジサイ じゃ、紫陽花も、すごいいっぱい種類あるの、わかります?。なんかね、でっかい紫陽花やらさ、ちっちゃい。えあ、そう、そうなるんだ。ピンクもあれば、黄色もがね、青もあって、なんか大きさもいろいろあって。花もさ、何もこんなに種類いっぱい。なんかいらんのじゃないって、自然に生えたんだから。ね、喜ばせるためにあるらしいよ。喜ばせるためにある。あるでしょやっぱり。あるね。なんかね。 誰かが言ってたけどね、ある人が言ってたけど、ね、花はね、うんうん、人より低い位置に低い高さの花はね、うん、上向いてるんだって。で、人人の背背より高いところにある花は下向いてる。てるんだって。へ<ー>で。 ちょうど人が見るのに良いようになってるわけよあ、そうそうなんだ人が見やすいようになってへー、面白いですそれもねへーらしいよでも花とかもね、綺麗だもんね神様、そう、神様を作ったからねいい匂いするしねはい、ということで感謝ですねあのね俺ね、気になった、あのいつもねこの とかああいうところに行くと岸壁みたいなところからさ海を見下ろすじゃないですかそしたらねすごいなって思うんですよでっかいじゃないですか景色が風景があれを見たらねいやこのこの江戸岬の見えるとこって地図で見たらさ沖縄の先っちょのちょっと点みたいなとこじゃないですか。その点みたいなとこでも あんだけでかいっていうのがすごいなって思うわけでその沖縄は日本の中でも点みたいじゃんであこんなでかいのが沖縄の中で点みたいででこのでかい沖縄が日本の中でも点みたいでそれでその日本はさ世界の中ではもう点みたいなもんじゃないですか。 そうしたらこの地球はどんだけでかいんだと思うんだろだからそうするとねこれを治めている神様はやばいぞと半端じゃないぞという神を神様すごいっていう教授になるんですよいつも。 あのよく水飲んだり、ペットボトルで炭酸水飲んだりするけど、大体、うん、いい持っててもさ、うん、500ミリとか、うん、1>, 1リットルとかじゃないですか、さ、うん、あ,あの海を見たときに、うん、この海には一体何リットルの水があるんだと、<laughs> ペットボトルはもう、ペットボトル、何本分の水があるんだって思うわけですよ、そうしたら興奮してくるんだよ、<laughs> すげえな、神様と思って。<laughs> だって、すごくない?。全部作ったよね。ああ、全部作って、しかも、その中、魚もいるし、カニもいるんですよ。エビもいるし、よか、この、なんか、生き物とか、全部作った。神様、すごいよなって。だって、海の中だけじゃないよ。空飛んでる鳥も、ね、花の蜜を吸う、あの、虫も。みんな神様が作ってるの。超すごいと思う。はい。ああ。そうだね。あ、強くなく、なくならんよね、水って。 くななならい確かにそうだなそれははるかに超える量の水がやっぱ存在するんだよねでも循環してるでしょ循環すごいよねでもあのでもさ虫とかでもさゴキブリゴキブリとか蚊とかはいらないよね何のために何のためにいらないん いうところのでもみんな神様が作ったわけでしょう。虫もね。ゴキブリも。なんで作ったんかね。いらんけどな。いらんないなゴキブリはいらんよ。でもまあさっきちょっと話したけど、やっぱちゃんと綺麗しないと出てくるよっていうお部屋綺麗してきなさいよってうちあのペナルティ的な感じ。 ことかなって言ったらちょっと納得するかな自分ではじゃなかったらいらんいらんいだから清潔するでしょだからほら何かお家にゴミとか置いとかないようにするでしょ置いてたらほらキブリとかいっぱい出てくるからでしょだからうじも悪くしないそういうことかなああそういう困るよね困る皮 顔はんで見た？顔も顔もわからないね。わからないな。あれね。あれ迷惑っすぞ。迷惑だね。で次の日にあの来るかいるや。耳元に。うんうんうんね。あれあれあんってね。あれイライラするよね。イライラする。はい。いらんな。いらな。はい。まあでも神様作ったから。神様作った以上文句言えないね。しょうがないね。しょうがないなはい。 ということですけれども、うん。はい。はい。じゃあ、曲いってみましょうか。はい。えー、っとね、次はね。アルバム。J ワーシップボリュームツっていうアルバムの中から。ただ十字架のイエスにあり。親分は。イエス。ははい、ということで。えー、今日はですね。はい。緑の日。緑の日。はい、子供の日じゃないですね。うん、緑の日ですね。<laughs> そういうことで初めに神が天と地を創造したと言って神様はこの世界をったぞということを今話してきたけど人間もさ神様がったよね神様がね神様が神様が人間作ってそして神様が全部この納めてるっていうかね管理してるわけじゃん。 髪の毛一筋もね神様が許可しなかったら髪の毛一本も落ちないと地にだいぶ許可されたんだな俺ほんならだいぶ許可してくれただいぶ許可された許可してくれたんだね神様そうかもねかわいそうに俺でもさ俺さこの間さあの お世話になってる人がいてさ、俺の頭の後ろ見てさ、あなた、最近ないですよとか言われて。毛が毛なんか薄くなったって、薄く。で、俺さ、よくソフトモヒカンとかやってるじゃないですか。最近伸ばしてるけど、あれをね、やってる時にね、いつもさ、床屋が終わった時に、 あの、鏡2枚こう合体したやつさ、うん、ペロンって見して、後ろから、どうですかっていうね、うん、どうですかって言われてさ、うん、そういえばいつも、後ろがなんか、みすぼらしいなと思ってたわけ、うん、このとこへ下手だなと思ってたんだよ、<laughs> いつも。<laughs> うん それであのなんかね真ん中がさあんまり後ろが立たないから真ん中あんまり立たないからこれなんか俺の癖毛なんだろうなと思ってたさ癖毛で立たないんだろうなと思ってて変な癖が減っで徳屋行った時もいやちょっと自分ちょっと癖毛でここがあんまり立たないんですけどって言ったら不徳谷の人もあ髪質が柔らかいですからねとかなんか言うわけあんまはっきり言わないけでパって見してさはい こんな感じですってなんかおかしいな納得いかないなって思いながらここ12年過ごしてたわけこれねそれ言われた時に納得したけああ俺も教科され数が足りなかったんです数が足りなかった足りなくなってきたんだでもね手は与え手は奪う手のみなは褒めたたえるわけよと言って神様は与える神様だけど取るのも 神様の上手ですよ。とにかく人間も神様が作ったということで聖書にはそう書いてあってブロッチはそれを信じています。ということでですねそれからですねこの間ねおまじない新聞におまじないのことは載ってたんですよ。 であのね地震が来たらねあの「ちょうちかちょうちか」って言うんだってちょうちかそれは「きょうずかきょうずか」っていう意味らしいきょうずかうんきょうずか裏線にあるでしょきょうずかって地名があるねでそれはね何でかって言ったらあのえっときょうずかはね木が木が 根っこがね、地中深く埋まってて、地震が来ても、強いんだ。あんまり揺れない、強いんだって。だから、ここは京塚、ここは京塚みたいな。おまじないだ。おまじないそういそしたら大丈夫。したら大丈夫みたいな。強いおまじないがあるんだって。それって、内地で言ったら、桑原でしょ、それ。 んかほら悪いことあったらさ「桑原桑原」って言うあれも一緒だあれも昔んか雷がいっぱい落ちた時に桑原っていうとこだけは落ちなかったんでそういうことだから。 そうだからここはクワバラですよって言ったらあの雷さんが勘違いしてあここクワバラかじゃ落ちないみたいそうかあ雷が勘違いして雷が勘違いして落ちないんだうんクワバラあクワじゃやめとくかみたいななんかそういうんだってそれでクワバラクワバラって言うんだってなんかそんなおまじないとかありましたうん。 ちょっとなんか思いつかないでもまあそういうふうに言い伝えとかさあるするにそんなんを信じてというかまあみんなそうじゃないですか信じてたよねうんあったう霊柩車通ったらさ親指あっいやみたいな出それだから小学校の時やって沖縄ないみたいねあそうなんだ沖縄の人に聞いてもあんま知らないわけだから全国 レベルいいいうかスタンダードではな地方によってあったりなかったりするんじゃないのこういうのもまあだって内地行ってねか共通かっ言ったって通用しないですねなんかさ出所する時にさその刑務所の中で使ったものをさ持って帰るとさまた刑務所に戻るっていうそういうある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 よなあるみんなだから全部持てて帰く全部捨てていくっていうおまじないじゃないけど厳格カツん 関係だよねまた帰ってるもんねでもねそうそう関関係係。帰ってるやついっぱいあるよねそこで捨ててもね俺なんかさあの刑務所でねあのね爪切りしよう爪切りはね持てないわけですよ刑務所はであのそれで刑務所爪切りが持てないから借りるんだよね工場であの仕事しに行った時に借りるわけですよ で、借りて、パチパチ切るんだけど、その借りたね、爪切りがね、それ、分あのこの監修が、どっかからかもらってきたんだろうね、粗品で。粗品のね。そんで、その爪切りにね、また来てねって書いてあったどっかのお店の、お店の粗品かなんかで。 のやつだだったん,だうん、うん、また来てねっていうお店でね、うん、でまた行っちゃったんですよ <laughs> <laughs> で俺そのせいかなと思ってたけど <laughs> でもさそういうおまじないとかあるけど関係ないですよね関係ない <laughs> であの例えばさ、うん、さっき言ったこの親指隠してうん、うん、死に目に会わないって言うじゃないですかけど、ね、内地ではないけどさあの親の死に目に会いたいんだったら、うん 親大事にしろよって話ですよねその方がいいよねだってだってさあのそんな親指隠したりとかしてたってさ、うん、だって普段から親のところに行ったり来たりしてなかったら、うん、それは死に目にも会えないですよねだけどさ聖書はさ、うんあの「出エジプト記っていうところで「二十、うんはい、章」というところで「うん ああのねねてるんですよ回これ映画にもなりましたよね「10回」というモーセがさ出てくる「海が割れるのよ」って言ってバーン海が割れてそれは「真の物語」から「天童よしみ」じゃなくてモーセが海が割れてでこの海の間をさ歩いていくやつあるでしょあれ「10回」って映画はさあれ聖書の話なんですよ。 10回っていうのは1回しか見なくても10回なわけですよ。あのね10の戒めっていうことで神様が与えた基本的ルールみたいな人間にそこにいろいろあるわけですよ。しかもね ここにね、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならないしかし7日目はあなたの神主の安息であるあなたはどんな仕事をしてもならないとか要は日曜日休めよみたいなここからきてるんですよでその中でねこれ幸せになるためにのことだよねそう幸せになるためそれでその中でねあなたの父と母を敬えって書いてあるんですよね 父ちゃん母ちゃん大事にしろよって聖書は言うわけですよで俺大事にしてこなかったんですよで大事にしてこなかったから死に目に遭えなかったわけ父ちゃん母ちゃんもっと早く聖書読んでおけよかったなと思ったん僕クリスチャーになってからねあ俺もっと早く聖書読んでたらお父さんお母さん安心させられたなと思ってそう思わない思うよ思うよねこれではこれ思うとね 刑務所で聖書になったから刑務所に入ってなかったら聖書読んでないわけですよだからこれ考えるとねあ入ってよかったってなるから難しいとこやけどそこに入らんでもねきっかけがあればよかったけどでもなかなか読まんよあれあの中だから。 暇だし読めたっていうのもあったけど最初ね読んだらでも読んでみたら「おお聖書」ってすごいじゃないかって感動しちゃってでも大好きになって読んだけどね毎日毎日そうですよねだから鶏が先か卵が先かっていうことですよ違うではさ鶏が先か卵が先かの答えはクリスチャンは知ってますよ わかりまニワトリが先か卵が先かそれはニワトリが先でしょだけどそのニワトリは何から生まれるのっていう話でそれ神様が作ったんょ卵からじゃニワトリはひよこがニワトリになるわけでしょうん。だらそのひよこは何からできるのって言ったら卵からなるわけでしょそその卵はどっから生まれるのって言ったらニワトリからだから世の中の人は一般の人はそこで答えが出ないわけですよ いクリスチャンは答え出るわけですよだってこの創世紀の一種に書いてあるから主に従って神様が作ったわけですよだから鶏が先か卵が先かったら鶏が先ですよでいうことですねんか話が違うと言ってるけど。 とにかく聖書をもっと早く読んでたら読んでお父さん、お母さんも幸せだったしそうねこんな遠回りしないで済んだかなっていうことからニワトリが先か卵が先かでもでもさ俺たちは刑務所で聖書を読んだかもしれないけど。 わざわざそんな遠回りしなくてもいいよねって。間違いいなだっていつでも読めるさねだから本当にあのね接種欲しかったらメールくださればね FM 那覇に取りに来てもらってもいいしメールいただければ送りますから FM コザにもう m の覇にもね置いてますからねだから取りに来てほしいなと本当にねだでね 感動しますよ。近くの人は取りに来てください。遠くの人はメールくだされば送りますから。送ります。もちろん送料は無料です。ただですよ。はい。まあ聖書がね、まあそもそも聖書っていうのがさ、あの何かよくわからないじゃないですか。よくわからないよね。だからだから読む前はね、そんなのは。 なんか記憶正しい人の読むもんだとか思ってたよね。あとは外国の神様、外国の神様の話でしょみたいな。じゃないっていうことにまあまあ聖書読んで呪文をなって思うわけですけど、最初はそう思ってたよね。思ってた。この聖書聖書ねみんな本当にみんなそうそう読んでる人なんでかって言ったらこの 聖書には本当にこの生活に、うん、僕らの生活に密着していることがいっぱい書いてあってあ<ー>で、こういうふうにしたらあの人間関係とかもそうだしいろんなね、うんうん、こういうふうにしたらうまくいきますよっていう、幸せになりますよっていうことがいっぱい書いてあるわけですよ。 聖書ってこんなこと書いてあるのかともっとなんか別の世界の話と思ってたらぶっ飛んでねぶっ飛んでる話かと思ったら全然この生活に密着してる話そう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 でまあテーマはもちろん愛でしょはいいいよねって思うわけですよそれでその心理心理これ人間がさ心理を求めて いろいろ修行したりさいろんなこと考えたりするんじゃないですか悟りを求めてとかやるけどこんな滝に打たれたりとかさか裸足で炭火の上を走ったりとかさ断食したりとかさする必要はないよね聖書を読んだらいいよって聖書書いてあるもんねニュートンっていう人いるでしょ。リンゴの人 リンゴの人リンゴ例の引力のリンゴにペン刺す人あ、違うあのニュートンがねあの物理学者の万有引力の法則を発見した近代科学の成立をもたらした不正出の天才と言われているあのニュートンがですねあのニュートンね あのいかなる世俗の歴史書よりも聖書の中にはより確かな真理が存在すると言ってんですよクリスチャンなんかねクリスチャンなんかもね<ー>で,もでもそういう人多いですよね多い多い 自分たちが学校で習った有名な歴史上の人物とかさあ後から調べてみたらクリスチャンだったっていうようなこととかやっぱ聖書は土台になってたりするんだろうね外国ではね外国の神様だからねでもさ科学ほら今さ科学はこのんかその 聖書っていうか神様的ななものを排除するみたいなそんなのはないみたいな超自然みたいなのはないみたいなところにあの立って話しするじゃないですか。だけどもともとこのニュートンとかそういう昔の大科学者みたいな人意外だねそういう人はね ャなんですよね。神様がこの世界を作ったっていうところに立って科学をやってるわけですよ。はあそうなんだ意外だねか。だから本当はね共存できるんですよ。科学と宗教は宗教というかキリストイエス・キリストは本当は共存できるわけ。だってそのイエス・キリストがした 天地を作った神様の素晴らしい技はうん、うん、こういう原理ですよっていうのが科学じゃないですかだから太陽はこうなんですよとかさそれが科学なんだけど、うん、いつの間にかなんか対立しちゃってるっていうか、うん、だからなんか残念だなって思うけどうん、うん、ねなんかもうちょっとあのー、太陽のあれでしょう距離なんかでもうん、うん、ちょうどよく 作られてるわけでたま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 いいところに人が出来上がったわけじゃなくてちょうど暑くもなく寒くもなく距離的にね太陽とのねじゃないわけでしょ人間のためにちょうどよくしてあるわけでしょその方がついつも合うわけですよだってさだって考えたよ 焚き火とかに当たったことあるでしょ、あれさ、すっごい寒い日に、ちょっとでも離れたら寒いし、ちょっとでも近づいたら暑いじゃちょうどいいとこってすごい微妙なんですでましてや宇宙なんて超寒いじゃないですか、その超寒い宇宙の中で。焚き火ですらね、何十センチか離れるだけで、何メーター離れるだけで違うのに、この宇宙ですよ、太陽からね、一億、約1億5000万キロぐらい離れてるんだって。 あ分からんない一億だピンとこんない一億五千万けどあのねえっとね那覇からヘドミサキが百二十キロなんですよこの那覇からヘドミサキを百二十万往復したのが那覇からヘドミサキは想像つくけどそれを百二十万往復っていうのが分から分全然ピンとこないその例え分かりませんそのぐらい離れててもちょうどいいんだよはい すごいね。でこれ神様しかできない。できない。ああ、もう時間じゃないのもっとね、言いたいことあったけどね。でもアポロってあったでしょ、宇宙船の。あのね、宇宙船の飛行士がね、宇宙行ってね、地球見たときにね、地球だけなんだって。地球は特別だって。 があの星と全く違うんだって地球は地球として人間が住むように作られているとしか考えられないってアポロの飛行士が言ってるわけ綺麗きれいだしねきれいだしやっぱりサービスだよ神様のサービスねということではい時間ですかはいはいラジオを聴きの皆さん今 悩んでいる人、苦しい思いをしている人はいませんか家族、友達、学校、職場などでの人間関係の問題、えー、経済的な問題、薬物依存、アルコール依存、ギャンブル依存などの依存症や病気で悩んでいる方、苦しんでいる方は、ぜひお近くの教会を訪ねてください。問題は必ず解決します。私たちも以前は自分ではどうしようもない問題を抱えて絶望の中にいました。 でも、イエス様を信じることによって、教会に行くことによって、希望に満ちた、楽しい人生を歩んでいます。アメンこんな私たちの人生も変わりました。あなたの人生もきっと変わるはずです。聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ああ、メン イエスキリストは教会はあなたを歓迎します何でもできる本当の神様イエス様があなたの問題を全て解決しあなたを祝福してくださいますなぜならイエスキリストはあなたを愛しているからですあなたは愛されてます番組では国際ギデオン協会の協力により聖書を配布しています FM 那覇、FM 小座のお近くにお住まいの方は、スタジオまで取りに来ていただければ、その場で差し上げます。遠くて取りに行けないよという人は、番組宛にご住所、お名前を記載して、聖書ちょうだいとメッセージを送っていただければ、こちらからお送りいたします。もちろん無料です。また、Ustream でも配信していますので、えー、FM 那覇の ホームページからご覧ください。YouTube にもアップしています。親分はイエス様と検索してください。はい。はい、ということで、今日もあっという間の1時間でしたけれども、皆さん、最後までのお付き合いありがとうございました。それでは、1週間皆さん元気でお過ごしくださいね。また来週お会いしましょう。親分はイエス様